はい、ご飯作ります。今日は中華風ミルフィーユ鍋を作ります。冬といえばミルフィーユ鍋なんですけど、今回は少しミシャンタンにインク増し増しで中華風にやってみます。本出汁なら和風、コンソメなら洋風、そのミシャンタンなら中華風です。いったごまを大量に入れるのがポイントです。無限レシピですね。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
中華風ミルフィーユ鍋の完成です。非常に美味しく仕上がりました。めちゃうまいです。安いお肉が化けますね。ニンニクとごまがとてもいい仕事をしてくれています。実はミルフィーユ鍋というのはなんとなく作ったことがなかったんですよね。なんかおしゃれかなと思って避けてたっていうのもあります。でも今回作ってみて、これはもう作った方がいいですね。損してました今まで。豚バラとごまとあとソーミシャンタン入れるとやっぱりこってりするんですけど、それを白菜が吸収してくれて、なおかつポン酢で食べるんでよりさっぱりといただけます。ですので豚バラがいいんじゃないですかね。無水っていうのもとてもいいんですよね。結局例えば休日の夜に詰め込んでもうそのまま冷蔵庫とか置いとけば、翌日の夜に火かけるままみたいな、そんな感じの使い方もできます。お弁当の家バージョンみたいな感じですね。まあ朝に作って夜食べるでもいいと思うし、まあ夏だったらちょっと次の日っていうのはちょっとどうなんでしょうってなるんですけど、冬なんで、しかも冬に鍋なんでいいですね。そのそんな感じ。まあでもちょっと切るの大変だったなって気もしました。その点に関しましては、今回竹串でぶれないようにしたんですけど、それとあんまり重ねないようにそのすればより簡単だと思います。そんな感じで作ってみてください。あ、これもしかしてちょっと可能性感じると思うんですけど、あのうどんあるじゃないですか。うどんを冷凍のままじゃなく、違うな、うどん茹でて冷まして、で鍋に、ちっちゃい鍋にの下、なんていうんだろう、丸いまま丸くして、その渦みたいな感じでそのままやって、で上にネギとか野菜とかやるじゃないですか。でそのまま冷凍庫に入れて冷凍させて、そのまま火にかけたら冷凍うどんのやつ、あの銀紙みたいな、ちょっと辛いあれあるじゃないですか。あれできんじゃないかなって、鍋焼きうどんみたいな、ちょっとやりたいっす。ちょっとサメちゃんやりたいっすね、それ。ちょっとテンション上がりました。まあそんな感じです。で途中あの揚げてくると思うんですけど、やっぱどうしても白菜と豚だけなんで、まあ、今回ニンニク入れてるんですけど、まあ、お好みで柚子胡椒がおすすめです。まあ、この柚子胡椒、あの前に特訓からもらったやつですね。まだあるのかって思ったんですけど、ゆっくり楽しんでます。やっぱ一人なんでね。まあありがとうございます。まあそんな感じですかね。まあアレンジ効くレシピなので、ぜひ作ってほしいですね。まあ基本は本出しでやるレシピだったはずなので、まあ、和風でポン酢でっていうのが基本だと思います。 あとカレー粉とかば。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルオチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。